マルゲリータ・ディ・サボイアは、イタリア共和国、プッテアーシュー・バルレッタ・アンドリア・トラーに県にある、人口約1万2000人の基礎自治体。イタリア最大規模の塩田である、マルゲリータ・ディ・サボイア塩田の所在地である。また、温泉地としても知られ、海水浴場を有するリゾート地である。この町の名は、イタリア王国のマルゲリータ王妃にちなんでいる。もともとは、塩田にちなんで、 サリーネディバルレッタと呼ばれていた。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。バルレッタ・アンドリア・トラーニ県北部のコムーネで、アドリア海に面する。県との一つ、アンドリアの北西、約 20km、ホッチャの東南東約 52km、州とバーリの西北西約 66km に位置する。バルレッタ・アンドリア・トラーニ県外略図隣接コムーネ、隣接するコムーネは、 以下の通り、FG は、ホッチャー県所属を示す。1879年、この町は、マルゲリータ王妃にちなみ、マルゲリータ・ディサボイアンに改称した。2004年にワルレッタ・アンドリア・トラーに県が、設置されると、ホッチャー県から移された。人工水町の観光の目玉は温泉であり、塩田母駅を引いた、温泉泥浴を楽しむ、近代的な温泉設備がある。 また長い砂浜は B1 となっている。16世紀にある要の倉庫トーレデレセイリーンを利用した塩田博物館がある。マルゲリータ・ディサボヤ・エンデンは1977年にイタリア共和国の自然保護区に指定された。1979年にはラムサール条約の定める国際的に重要な湿地に登録されている。イタリアのラムサール条約登録地一覧も参照。 印を付したものは、翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。